かしまあ、取材してるといろんな人がいますね。今回の取材はどんな人なの？ああ、いいおじいさんですよ。太田黒教授ね。私は行かない方がいいかもね。え？なんでですか？私たちよみがえりにとって最も脅威なのは破滅前兆説よ。その急先鋒にいるのが熊本大学物理学名誉教授太田黒さんなのよ。え？この間会った時はそうじゃなかったのに。よみがえりを隠るし、科学的な検査、かなり過酷なものを行うよう主張しているわ。でもそれには一理あるんじゃ。あ、ごめんなさい。責任重大なんすね。怖いっすね。あなたもよみがえりが私が怖い？でも、やだな先輩、赤くなるくらいなら黙ってろって。ほんとバカなこと言ってんじゃないわよ。私は行かない方がいいんじゃない？少なくとも正体明かさない方がいいっすよね。わかったわ。あなたの言う通りにするわ。電話でアポあったと思うんすけど、新聞の取材のもんす。ああ、いらっしゃい。年寄りの一人暮らしなもんで大したおもてなしもできんが。ああ、娘は結婚して別に住んでおってな。こんな偏屈じじいと一緒に住むのは嫌だとさ。もうお父さんたら、人様が聞いたら何と思われるか。本当に偏屈じじいでしてね、何度一緒に住もうと言っても聞かないんですよ。お茶の用意は次の間にしておきましたからね。それではどうぞごゆっくり。なんか想像してたのと違うわね。もっと本当の偏屈じじいかと。
あまり語りたくないな。プライベートなことでもあるし、他人が聞いたらたわいもないことかもしれんからな。私、分かっておったよ。ハチと同じ雰囲気があるからな。わしも何もよみがえりが全員最初から積極的な悪意を持っているとは言わん。ハチって誰ですか？悪いが、またの日にしてくれんかな。今日は話す気が起こらん。玄関に首輪がありましたね。そういえば、しかも相当古いやつ。このわしの前で正体を明かしたお嬢さんの顔を立てて話してみるか。交通事故でな。寂しいので別の犬を飼おうと何度も思ったが、死んだハチのことを思い出すとその度にためらっておった。またあんな辛い思いをするのは、もうこの年になると友達に死なれるのが一番こたえるよ。だが、わしは思わず目を疑ったよ。いや、最近目が悪くなっていてな。ハチは駆け寄ってきた。いや、わしにはハチとしてしかその時は思えなかった。他に飼い主がいたら悪いと思いつつも、わしはハチに似た迷い犬として飼い始めた。本当にハチとしてしか思えなかった。犬小屋にも素直に入ったし、散歩の手順も前のまま。それに駅に毎日迎えに来てくれた。本当に幸せな日々が続いた。だが、わしは2年分年を取っていた。わしはつれづれにハチに愚痴をこぼした。生きがいがないこと、目が悪くなっていること、そして死んでしまいたいこと、そんなことを言ったのは間違いだったかもしれん。ハチは濡れた瞳でじっとこちらを見つめていた。次の夜、ハチを先導させて散歩をしていたわしは違和感を感じて歩みを止めた。工事中の高い橋の上じゃった。川風がわしの顔を撫でた。風が吹いて気がつかなければ、あと一歩で落ちるところだった。後ろでハチが申し訳なさそうに泣いた。次は高速道路に迷い込んだ。フェンスの倒れた場所をハチは知っておったんじゃ。その次は台風で増水した川で、何度かそういう目に遭ううち、わしはハチが ステッキで殴っていた。殴った。殴られている間、ハチは一言も泣かなかったが、最後に一声悲しそうに泣いて去った。檻からよみがえり現象が新聞記事をにぎわせるようになった。ハチはよみがえりだったんじゃ。わしは
蘇りたちを差別するような発言をしておる。しかし、間違っているとは思わん。わしは、いや、思い過ごしであればいいと願ってはいるが、何らかの知的生命体が死者の形をとって現れ、自分の正体を解明しようとする者の邪魔をする。しかも時には殺すことも辞さない。そんな状況を、 ああお嬢さん、あんたは今は正気のようだが、いつか何かに乗っ取られて周りの人間に危害を加える可能性があることを覚えておくがいい。他の取材の諸君もな。そのために隔離が必要なのじゃ。なぜ政府は理解しない。奴らは愛する者の形を借りて現れる恐るべき死神なのだ。わしは あお父さん、そんな興奮しちゃダメよ。皆さんすいませんが、今日は取材は。じゃない、ヒゲの男がキノコを踏んでピョーンってやつ、よくやったわ。そのゲーム、会社違いますよ。知ってるわよ、市電通りにあるから有名よ。ちょっと見学したいわ。あれ、確か田原さんは蘇りじゃないから取材にならないんじゃ。そういえばゲームの広告出すんでしたよね。お疲れのところ申し訳ないんすけど。電話で話した通りですよ。融資が受けられなくなった。契約不履行とか訴訟とか、そういうことは弁護士に言ってくれ。先輩、どうします？さすが新聞さんと銀行は耳が早いな。今となっては田原の言うことを聞いておくんだった。田原さんはクビにしちまったよ。後任の男が産業スパイで、数名の社員が辞め、ほとんど同じゲームが他社から出ることに。ひどい話。ゲームシステムには著作権がないからな。外部の人間を使うにはセキュリティが甘すぎた。その上、たちの悪いバグを仕込まれたらしい。悪い冗談だぜ。テストプレイをしてたら
ネットの中から妻が話しかけてきた。え、確か奥さんは去年交通事故で亡くなられたんじゃ。そうだよ。それなのにネットゲームの中で。そんなことを言ってきやがる。一瞬本気であいつかと思い癒されかかっている自分が、いや、癒されたがっている自分に気がついて寒気がしたぜ。産業スパイが入れたに違いない。実に悪質ないたずらだ。そんなものの言うことを聞けるわけないじゃないか。でもやめられない。今では一日中あいつを探してる。でももう見つからない。私、初対面だからずっと黙ってたけど。はい、ここは西原坂じゃないですか。私、ここに調査に来ていて、殺されたの。殺された？調査って、何の？私、大学で民族学を専攻していたんだけど、熊本って不思議な土地で、人が生き返ってきた話が昔から多いのよ。だけど量が多い上に記録も詳細なの。近代以降の例も結構あるわ。私はその資料を調べていて、さらに面白いことを発見したの。地震の後に必ず蘇生の話が出てくるのよ。最新データは昭和以降よ。その当時の蘇生者の親族があの家に住んでいたのよ。私はあの家の人たちにインタビューに行ったのだけれど、それがダメなのよ。見て。ああ、ここは蘇りが行動できる限界なのよ。あの家には行けないわ。いや、くすみさん、一瞬幽霊かと。は？どうします、先輩。佐伯くん、無理しないで。久住さん、早くこっちへ。佐伯くん、や
めて、車に戻って。お言葉に甘えて遊びに来ちゃいました。ななみさん、お疲れ様。はい、出産祝い。あら、ありがとう。ごめんなさい、帰って気を使わせちゃって。ううん、全然、気持ちだけですから。あら、佐伯くん、風邪でもひいたの？あの、おちびちゃんは？今、主人が見てくれてて。それで、せっかく来ていただいて申し訳ないんですけど、今からちょっとドライブに行くことになって。お子さんはどうするんですか？ももも一緒に。あ、ももって名前にしたんです。うちにこもってばかりじゃ息が詰まるだろうって。優しいんですよ、あの人。あら、ごちそうさま。じゃあ、取材はまたの機会に。いや、いいですよ。よかったら一緒に行きません？すぐそこの山にいい空気を吸いに行くだけなんで。いえ、実は。気になったんすけど。赤ちゃんは成長が早いって言いますが、ももちゃん、ずいぶん大きくなって。そうね、早すぎるわ。あの月齢の赤ちゃんじゃまだ泣き声以外の声なんて出さない。じゃあ、たまに聞く、よみがえりは早く年を取るのがいるっていう、気持ちいい。来
てよかったわね。いや、そんなことは。大丈夫ですよ。それに子供が生まれたばかりですし、家内の体調もまだ万全じゃないですし、検査をするにしてもそれからでいいんじゃないですか。ななみさん、私向こうのコンビニでアイス買ってくるんですけど、ななみさんも一緒に行きません？佐伯さん、ありがとう。私のこと心配して席を外させようとしてくれたんでしょ？でも大丈夫。私も分かってるの。あなた、がんなんでしょ？お前、どうして？だってあなた、誰が見ても様子変だったわよ。でも、これから3人の生活になるんですもの。悲観しないで。ちゃんと治療受けない。手遅れなんだよ。え？気づいた時にはもう全身にガンガンはびこって取り切れない。投薬や放射線治療は死期を延ばして苦しみが長引くだけ。だったら全ての治療を拒否してお前と桃とで平和に過ごしたいと思って何がいけないんだ。佐伯くん、行こう。ここから先は家族の問題だわ。